三上は元セクシー女優の新たな挑戦に賛否両論、ブランドとのコラボに批判の声。こんにちは皆さん、今回は元セクシー女優として知られる三上優愛さんの最新の活動とそれに対する世間の反応について詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです。三上優愛さんといえば元アイドルグループ SKE48 のメンバーからセクシー女優に転身し、その後インフルエンサーやアパレルブランドのプロデューサーとして活躍している注目の人物です。今回三上さんが自身のプロデュースするブランドミストレスと有名帽子ブランドカシラとのコラボレーションを発表したことでネット上で大きな話題となりました。まずこのコラボレーションの詳細から見ていきましょう。三上さんとカシラのコラボは今回で3回目となり、2種類の帽子が発売されることになりました。三上さんは自身の SNS でついに明日20時からカシラさんとのコラボキャップが予約発売開始しますと発表し、ファンの期待を高めました。しかしこの発表に対してネット上では賛否両論の声が上がりました。批判的な意見としては、セクシー女優とコラボはダメでしょ、セクシー女優を美化しすぎだろ、子供が見たらどうするの、悪影響といったものがありました。これらの批判に対して三上さんは自身の X で次のように反論しています。今回のことだけに限らず、私は企業からいただいた仕事を全うしてやらせていただいて、需要と供給で行っていることです。私を使っても成果が出なければ企業も使わなくなると思いますので、それが結果でいいんじゃないでしょうか。私が世の中から必要なくなったら勝手に消えていきます。三上さんは自身の仕事に対する姿勢を明確に示し、批判に対して冷静に対応しています。さらに三上さんは自身のセクシー女優としての経験についても言及しました。私は現役当時からセクシー女優が全員に認められる仕事だと思っていません。誰かに勧めたこともありません。リスペクトしてほしいとも思ったことはありません。ただどんな仕事でも一生懸命やって何か成果を残したり、何か少しでも人の役に立てることはあるんです。この発言からは三上さんが自身の過去の仕事に対して誠実に向き合い、同時に新たな挑戦に前向きな姿勢を持っていることがうかがえます。しかし三上さんが批判の声に対してインスタグラムに以下の投稿をしてから、さらに風当たりが強くなりました。私がこの業界に入る時の夢が有名になることだったんだけどさ、浅はか笑、私も気づかないうちに有名になっちゃって、どんなことでも全部話題になっちゃうよ。みんな私の心配はしないで、私のこと好きな人を幸せにしていくスタイルなので、みんなが悲しんでたら私も悲しいから。頑張れば頑張るほど障壁もあるけど、乗り越える過程も全て必要過程だと思ってるから、まだまだ成長しちゃうね。ネットで愚痴しか言えない人たちとどんどん差をつけるのよ。他人の愚痴言う前に自分の人生もっと楽しもうね。三上さんのこの投稿に対して SNS では、最初は誰も三上優愛さんに対する批判はしておらず、セクシー女優とコラボした企業を批判していました。しかし三上優愛さんがネットで愚痴しか言えない人たち、他人の愚痴言う前に自分の人生もっと楽しもうねと低次元な揶揄を飛ばして煽ったから三上優愛さんまで燃えたのです。批判があることを承知はしてるなら、批判を愚痴と捉えてるような投稿はしない方が良かった。今回の件で火に油を注いだのは三上優愛自身といった声が相次ぐ事態となりました。一方で三上さんを支持する声も多く上がっています。 X では、三上優愛さんすごく頑張ってる、応援してます、批判する人は嫉妬でしょといったコメントが見られました。またヤフーニュースのコメント欄では、彼女の生き方を批判する権利は誰にもない、過去は変えられないけど未来は変えられる、頑張って、批判している人たちこそ人の人生に口出しするなといった意見が多く寄せられています。このように三上さんの新たな挑戦に対しては批判的な意見もある一方で、応援の声も多く上がっているのが現状です。ここで三上さんの経歴を振り返ってみましょう。三上優愛さんは1993年8月16日生まれの30歳。
愛知県名古屋市中区出身です。2008年、15歳の時に SKE48 の2期生としてデビューし、アイドルとしての活動を始めました。しかし、2013年にスキャンダルが発覚し、活動が制限されることになります。その後、2015年6月にセクシー女優としてデビュー。この転身について三上さんは、まさか自分がアダルト業界に入るとは思いもしなかったけれど、やってみたらアイドルよりずっと合っていた。今は天職だと思っていますと語っています。セクシー女優としての活動中、三上さんは数々の賞を受賞し、トップ女優として活躍しました。 DMD アダルトアワード2017最優秀女優賞などを受賞しています。そして2023年8月、30歳の誕生日を迎えた三上さんはセクシー女優を引退することを発表しました。引退後の活動について三上さんは、テレビだったりオファーをいただいているのは全て受けている、全然 NG なしでオファーがあればと前向きな姿勢を示しています。現在三上さんはインフルエンサーとしても活躍しており、 SNS の総フォロワー数は約1100万人にも上ります。またアパレルブランドミストレスのブランドディレクターとしても活動しており、今回のカシラとのコラボもその一環です。三上さんの多岐にわたる活動は多くの人々の注目を集めています。特に元セクシー女優という経歴を持ちながら新たな分野で活躍する姿は賛否両論を呼んでいるのが現状です。ここで三上さんの言葉に注目してみましょう。誰かが嫌いなものは誰かが好きなものでもあるんです。なので批判的な意見があるのも承知してます。ただ私にも人権があって職業の自由がある中で、とてもじゃないけど人にぶつけていい言葉ではない言葉も私は今回目にしました。言葉には人を殺す威力があるんです。私は私のことを応援してくれる方には幸せだけを与えられる側でありたいなと今回思いました。この発言からは三上さんが批判に対して冷静に向き合いながらも自身の信念を貫く強さを持っていることがうかがえます。また三上さんは自身の経験を踏まえて次のようにも語っています。私、それまで何かを成し遂げたことがなかったんですよ。アイドルとしては中途半端な形で終わってしまったし、私が芸能界に入ったのは有名になりたい、成功したいと思ったから。なりたい自分に近づくためのベストな選択がセクシー女優なら全力でやるしかない、そう覚悟して自分にできることは何でもやろうと決めたんです。この言葉からは三上さんが自身の人生に対して真摯に向き合い、常に前を向いて進もうとする姿勢が感じられます。三上さんの活動に対する世間の反応は現代社会における価値観の多様性を反映しているとも言えるでしょう。一方で批判的な意見の中には個人攻撃に近いものも見られます。これに対して三上さんは、言葉には人を殺す威力があると警鐘を鳴らしています。この問題はSNS の普及によって個人の発言が容易に拡散される現代社会において非常に重要な課題と言えるでしょう。ここで視聴者の皆さんに考えていただきたいことがあります。私たちは他人の人生や選択をどこまで批判する権利があるのでしょうか。また過去の経歴によって人の未来の可能性を制限してもいいのでしょうか。三上さんの事例はこれらの問いに対する答えを私たちに投げかけているように思います。さて、ここまで三上優愛さんの新たな挑戦とそれに対する世間の反応について見てきました。三上さんの活動は今後も注目を集め続けることでしょう。彼女の言葉にあるように、需要と供給の原理が働く中で三上さんの活動がどのように評価されていくのか、今後の展開が気になるところです。最後に三上さんの言葉を再度引用してこの動画を締めくくりたいと思います。挑戦人生楽しいよ。この言葉には批判を恐れず新たな挑戦を続ける三上さんの強さと人生を楽しむ姿勢が現れています。皆さんは三上さんの新たな挑戦をどのように感じましたか。また他人の人生や選択に対して私たちはどのような態度を取るべきだと思いますか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。